はい、皆さんこんばんは。さあ、デッドライディング3パート目やっていきたいと思います。さて、深夜の時間ですね、深夜タイムになっております。日付もまたぎまして2日目に入りました。で、次のケースはですね、翌朝6時なので、それまでの間自由時間と言いましょうか。で、時間があります。なので、取りこぼしたサバイバーですね、取りこぼしたサバイバーと、ああ当たっちゃう。あとあれですね、レベルアップもしていこうかなと思っております。ぶつかりすぎたな。で、日付をまたぐとですね、せっかく倒したサンバカが復活してます。はい、あいつらまたね、証拠にもなくまた走り回ってますね。まあバカですからね。まあ、とりあえずそれはいいとしまして、中庭を通る際は注意しましょう。ちょっと壊れちゃいそうだ。スケボー無茶しすぎたな。残してるのが、ノースプラザの人影ですね。これを残しておるので、こいつをやっていこうかなと思います。その前にですね、どうしようかな。これでいいか。スケボー壊れちゃう。人引きずっちゃったな。あお、やめて。その前にですね、あの武器ですね、痛い、撃ってきた。ガンショップがあるって話だったんですけど、まあ、武器といえばガンなので、ガンショップを行くんですけども、ガンショップにはですね、ちょっとね、厄介なサイコパスが実はいるんですよ。厄介かどうかは別として、自分で厄介って言っときながらね、厄介じゃないかもしれないですけど、まあちょっとサイコパスいるので、ちょっとそれをやっちゃいましょう。そしてさえ倒しちゃえば、それ以降はショットガン取り放題です。聞いてくれ、ゾンビと戦うのに銃が必要なんだ。来るな。ゾンビどもの方がよっぽどマシだ。人間はまるで信用ならんのだ。撃つな。頼む、話し合い。黙れ、来るんじゃない。それ以上近寄ると本当にぶっ放すぞ。おい、待て。警告したぞ。こんな状況だ、誰も信じられるものか。はい、疑心暗鬼になってしまったおっさんですね。これお前知らせてやる。近い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 。ちょっとこれ近いな。場所が良くないな。この辺か。あ、いた。ちょっとこれたまに避けつつ6発撃ってリロードがしたら殴りかかりますと。リロード中に殴りかかった。ちょっともっと位置変えてほしいな。そこ当たりづらいね。おい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 。あお、あお、ふい。まあ、あのカウンターの中に入るとですね、実はちょっとまあやるか。カウンターの中入りゃいいじゃんと思うけど、入るとですね、こいつあの投げてくるんですよ。ほら。やっぱずれちゃった、ずれちゃった、ずれちゃった。まずいまずいまずい。まずいまずい。え、ちょ、ゾンビさん、ダメ、入ってきちゃダメ。ダメだ、入ってきちゃ。言わんこっちゃない。あ、ごめん、ごめん、ごめん。ちょっと待って、ちょっと待って。痛い。もう強引に切りかかればおしまいです。はい、勝ち。守れなかったゾンビを。くそ、あった。本気かよ、イカれてやがる。お前、銃が欲しいからって人を殺すってのかよ。助
助けて。おい、殺される。おい待て。やべ、さっき撃ち殺した人ですね、こいつ。撃ち殺した人に殺されましたね。まあ因果応報でしょうか。はい、ということでこれでガンショップが自由に使えるようになりました。やりましたね。好きほど銃撃ちたい放題です。スケボー壊れちゃうな。そしたらもうゾンビも、あ、ゾンビも使うか。スナイパーライフルですね。これスナイパーライフルと、パイプ飲んじゃう。あとショットガンね。はい、ショットガンもいっぱいあります。これいっぱい落ちてるんで、ここに来るたびにいくらでも取れます。それ以外にもここにはあの拳銃なんかもあるんですが、拳銃はあんま強くないので、とりあえず行きましょうかね。ポイッと。非常にね、あのズームも効く。でも連射効かないんでね、あんまり強くないじゃ強くない。あ、捨てちゃった。そろそろあれだな。でもチェーンソーも新しいやつにしないとね。やばいやばいやばい、銃撃ってくる。痛い痛い痛い、やめて。もう人に銃を向けるなんて最低だぞ。ジャンプキックとどっちを利用しつつ、敵ここ多いんでね、ここすごく敵が多いので敵を避けつつね。ここらマジで敵多いんですね。いや、おい、銃持ってるやついる。なかなか計画、正確なエイムをしてくるじゃん。はい、ここいました。勘弁して。はいはい、怯えてますね。落ち着け、よく見ろよ。俺が化け物に見えるか。見えますね。多分な。安全な場所に案内してやる。ここよりはマシだろ。ついていきたいが無理だよ、この足じゃ。その足どうしたんだ。そこのスーパーの店員だ。食料をもらおうとしたら殺されそうになった。万引きは死刑だとか叫んでた。完全に来てるよあれ。何にせよここは危険だ。足が悪いなら肩を貸してやる。本当かい。ありがとう、あんたいい人だね。はい、ということで、足の悪い男ですね。スーパーに行ったらその店員に殺されかけたということで、怪我をしているサバイバーがいたので、彼をね、担いでドンズレ状態で行きましょう。で、中庭はですね、あのサンバカが復活してて通るのは不可能なので、いや不可能じゃないけど非常に危険なので、ノースプラザね、ワンダーランドプラザの女子トイレを目指しますと。おっさんを女子トイレにさ、あの誘い込みます。ニコニコしてますね。なるほど、そういうのも好きなんですね。まあ、いろんな形がありますので、まあ、ちょっと今回もね、これ肩貸しでももちろんゾンデレが発動するんで、とりあえずその捕まれる心配はないと。まあ、全くないわけじゃないんだけど、非常に、安全にここを突破できると思います。ここもね、敵がほらうじゃうじゃいるからね。さあ、ゾンゼルを信じて皆さんよろしくお願いします。空気読めないのがいましたね、今ね。ちょっと良くない、引っかかってるな。良くないエキストラ混じってましたね、残念ながら。あとで言及ですね、あとで呼び出しです。で、ここからじゃあ彼を連れていきましょう。一個前のあの日本人、何かあるよ、取っておくのはどうかな。あ、なんかあれですね、撮影ポイントを教えてくれるんですけど、まあまあまあ、ニューヨーク引っかかるな。まあ、撮影、そこにもありますね、撮影ポイントね、ちょうどね。あとでやっておきましょう。なんだっけな、一個前のその全部日本人たちの時、あの時と一緒にこれまとめてできなくもないんですけど、非常に時間がタイトというか、多くのサバイバーを連れてると危ないのでね、ここは今分担して、この人は単体で助けましたと。
一応まとめることも可能です。まあ夜自由時間だからね、結構時間余裕あるんで無理せずゆっくり行きましょう。はい、ちょっと失礼するよ、怪我人がいるんでね。はい、じゃあ救出完了です。ん？結構遠いんだね、ここ。よし、レベルも上がって20か。そしたらまあ6時まで本当に時間ここからは何もないです。なのでまあスケボーを取って新しく取っつつレベルアップですね、少しレベルアップしましょうか。あとめんどくさいサンバカの処理なんかもね、兼ねてやってっちゃおうかなと思います。そしたらじゃあここからはダイジェストで早送りでご覧いただきましょう。穏やかじゃないな。心当たりは？この事件の前に博士をここに誘い出す電話があったの。盗聴してたのか。電話の相手がこいつだと？こいつらゾンビに関係あるのか？それを調べに来たんだ。博士を連れて行かれたら何もわからなくなる。はい、朝6時になってケースが始まりました。あの博士がですね誘拐されそうになっております。なのでブラッドと協力して博士の奪還に参ります。夜のうちにですねサンバカを倒して、かつですねゾンビをたくさん引き殺しましてですね、だいたい1500から1800ぐらい引き殺して、レベルも2つ上がっております。2つじゃないか、ハンセン、立ち入っちゃった。途中で切ってすまない、もう一度行ってくれ。OK かな。ここが開くようになったのでエントランスプラザには素早く行けるようになりましたと。どこ？クラック、わざとするな。誰かが上から狙ってる。パチャママ。おい、博士だ。危ない。ああ、このままだと博士はゾンビの餌になる。俺は行く。
自分の身は自分で守れ。いいな。さあ、幾度となくですね、邪魔をしてくる謎の男ですね。やつは対戦車ライフルというか、ライフルを持っているので、あ、いたー動いてる標的を撃っただと。やつに近づくのはですね、スケボーで一気に近づいてしまってもいいんですが、狙撃戦をやってもいいです。うまく隠れると当たらないんですよ。で、ブラッドを撃ってるので、その間撃ちまくります。それでも全然問題ないです。これヘッドショットという判定は特にないと思いますけど、すげえ強靭な体力ですね。あ、ブラッドごめん、今やるからね。あいつも無茶しますね。 OK ですね。気を失ってるが無事だ。大丈夫か。しかし博士を担ぐのは無理そうだ。代わりに運んでくれるか。ブラッド、一体博士は眠ってる。しばらく目を覚まさないわ。止血はできたけど、発熱してる。薬が足りないわ。熱か。薬だな。はい、ということで、ブラッドが怪我をしてしまったので、今から薬を取りに行きます。で、こっからかなり時間がタイトになっていくので、急いでやっていきましょう。かなりね、時間はギリギリになりますね。ギリギリチョップ、ギリギリダンス、踊れ。そしたらですね、スーパーですね。スーパーに薬を取りに行くんですが、スーパーは不穏な噂がありますよね。昨日の夜助けたおっさんがいたんですけど、スーパーで食べ物をもらおうとしたら店員に襲われたということで、スーパーにはヤバそうなやつがどうもいるかもしれないです。それでもブラッドを救うためにはスーパーに行かなければなりません。ではスーパーに行きましょう。お、夜も明けてきましたね。だいぶ明るくなってきました。で、スーパーに行く前に、そうだね、よいしょ、サブマシンガン取っとこうかな。よいしょ。サブマシンガンかな。武器もあるし、これでいいでしょう。では、参ります。スーパーに行きます。うわー、なんだと？やるな、クイ。クイが残る。クイが、はい。ちょっと、やるじゃん。2ヒットです。壁やるじゃん。中庭から行ってもいいんですけども、スーパー地下から行っちゃいましょう。そっか、アイテムいっぱいなんだ。パラダイスプラザはその下にありがたいことに車があるので、こいつをちょっと拝借してスーパーへと向かいます。スーパーどこだっけな、チェックしましょう。はい、ここですね。分かりづれ。
通り越しちゃいそうだね。時間との戦いになっちゃうので、あまり道を間違えなずに行きたいところではありますが、ここかな、曲がって曲がっての突き当たりですね。昨晩たくさんのゾンビを救ってあげた場所ですね。ちょうどここに密集した敵がいるので、ついついここをね往復しがちになります。ちょっとオリジナル版よりかゾンビが少ない気がしないでもないですね。まあ日にちによって増えて、日付によって増えてきたりするとは思いますけど、ちょっとここら辺で、はい、到着です。スーパーですね。不自然なぐらいゾンビが一匹もいないのが、ね、気になりますよね。なんでいないんでしょうね。フランク、今お前さんのいる場所がスーパーだ。魚コーナーと肉コーナーの間から薬局に入れたと思うぞ。ここですね。はい、鍵はかかってます。開けることはできないようです。とりあえずスーパーの中に入ってみましょう。私の店だぞ！お前も私の店を荒らしに来たのか？この私の店を！怪我人がいるんだ、薬を。怪我人？怪我人だと？この女もそう言って私の店を荒らしに来たのだ。私の店での盗難行為は決して許さない。いいか、よく聞け。これだけは言っておく。私の店を荒らすのは断じて許さない。はい、大人気店長ですね、スティーブンセンでございます。あべべ、店長さん大人気だから。切りもみっち、ショットガンが強いので、これうまく使っていけばお前の弾は当たらんな。よいしょ。ちょっと今やめて、今。はいはい。ちょっと待って。オティス頼む。はい、終わりですね。私の店だ。私以外に誰がこの店を守るんだ。私の店、私の商品、私の売り上げ、私のお客様、
らっしゃいませ。どうぞ6番レジ。すごいですね、誠実な店長さんだったんですね。一切言葉が出なかったねやべえこいつ。気がついたか、ひどい目にあったな。立てるか。昨日エントランスで会ったな。正しい反応だと思います。薬がいるんだろ、お互い助け合って。助け合う、何も分かってないわね。この地獄を招いたのはあなたたちよ。サンタカメ様、こんなものじゃなかったわ。さてレベルも上がりましたと。ごくごく店長さんの片身のカートもあるんですけど、これ操作難しいんだよね。これ操作が難しい。はい、ああ楽しかった。店長さんのね、大事な6番デジくれてやろう。ほらよ、よし。じゃあ薬取っていきましょう。鍵はゲットしたので、薬を取って、でさっき入店しておりましたが、恋人たちの時間がもう迫ってますので、これはね、非常に時間かかるやつ、さっさとやっちゃいましょう。はい、薬をゲットです。どうしようかな、地下から行くか。地下からワンダーランドプラザですね、抜けていきますと。うわ、店長さんいなくなったっす。いなくなったこれですよ。今まで店長さんが入ってくるゾンビたちを退治してくれてたんですよね。うん、気持ちいいっすね。なんかこれを見てね、なんていうのかな、ストレス発散になるっていう人もいるみたいですけども、大丈夫ですか、疲れてませんか。ほらよ、わお、この中を抜けるのはきついぜ。まあでもここにも車あるんで、これ使いましょうか。うわー、なんてこった、そんなとこを噛むな。歯を立てるんじゃない。よし、でワンダーランドプラザに向かいます。爆発物がね、ゴム状のものを引きつつ肥料を伸ばして。ワンダーランドどこだったかな、カートうるさいな。ここですね。うーん、車は急に止まれない。ここはワンダーランドプラザですね。ちょっとこれ敵多いな。新アクションのこのキックと、あとダブルラリアットかな。あ、じゃああとリストアップか。この辺が。レベルアップによって使えるようになりました。ダブルラリアット、いつもより多く回っております。ここか、こういうのね、レベルアップしたことによってこういうの使えるようになってます。はい、どんどん化け物に進化しておりますね。さあワンダーランドに着いたらどいてー、今時間がないの。あのね、ここのね、ここの子たちなかなか話が長いのよ。よいしょ、長い話をでも聞いてあげましょう、せっかくなんでね。手を貸して、怪我人がいるの、うん、お願い、はいはい、ロスが、ロスが、ひどいな、撃たれたの、私をかばって一生懸命手当てしたの、でも包帯なんて巻いたことないから。分かった分かった、まずは彼と話をさせてくれ。撃たれちゃったみたいですね
あんた。いや。俺はフランク、ジャーナリストだ。撮影は勘弁してくれ。とても見せられた格好じゃないからな。率直に聞く。あとどれぐらい持ちそうだ。いや。腰から下の感覚がない。正直、まだ生きてるのが不思議だ。トーニャを、彼女を頼む。どうなの？ロスは助かる？落ち着いて聞いてくれ。まず一つ、俺は医者じゃない。だから治療はできない。いや。そして二つ、あんたの彼は素人が見ても重傷だ。このままほっとけば。やめて！そんな話聞きたくない！ロスはまだ生きてるわ！トーニャを怒らせちまったな。ああなったら説得しても聞かないぜ。無理やりにでも連れてってくれ。彼女には生きててほしい。わかった。しかしあんたはどうする？拳銃を貸してくれ。けじめぐらい自分でつけられるさ。クリスリップスって店に私の最中に長を持った男がいたぞ。見てる間に監視カメラを壊されちまった。なんだか気になるぞ。はい、ナタの男の入店がしましたけど、今忙しいので後にしましょう。あんたはまだ歩ける。俺と一緒に守衛室に。いやよ、私ロスと一緒にいるわ。彼と一緒に死ぬんだから。迫真の演技ですよね。だから話を聞けって。俺はあんたの彼氏を担いでいく。あんたもついてこい。俺が担いで連れてってやる。見捨てたら後味が悪いしな。守衛室でなら手当てができる。途中でくたばるのだけは勘弁してくれよ。ああ。ありがとう。本当にありがとう。はい、ただでさえ時間がないのに。彼女を連れていくことになりました。やったね。サブマシンガン大好きみたいですね。では、彼女を連れて、行きましょう。このトーニャちゃんはですね、命令に従わないんだったかな、確かね。必ずこの彼氏の元に向かってしまうので、彼氏を引っ張っていけば勝手についてくると思います。まあ、それだけ愛が深いというかね、絶対に見捨てたくないという彼女の強い意志を尊重してあげましょう。まあ、だから何があってもこう銃を撃ってねついてきてくれるので、もう必ず置いていっちゃっていいと思います。あ、撃ってますね。まあ、というか早くトイレにね一旦、彼氏を置いてきて、で、向かえばいいだけなので、とりあえずここはゾンデレで抜けちゃいましょう。というより時間が結構やばいですね。ブラッドもやばいので正直ブラッドもやばいので、あんまりゆっくりしてられないのは確かですね。行くぞ。ついでに一応様子見に行ってあげようかな。あ、来てるね。全然問題なし。おお、またか。すぐ噛んでくるじゃん。行きましょう。大丈夫そうだね。急いで、割と時間タイトなの。時間ないのよ、トネちゃん。オッケー、ありがとう。行こう。こっちだ。じゃあそのまま手術に向かいますと。まあ一応ね、彼女のね、こちらはゾンデレでなかなか襲われることもないので、彼女だけ気遣ってあげれば問題ないです。ゾンビの数少ないね、やっぱり。全然ね、助かりますね。昔もっとすごい多くて、あれ、まあどんどん時間が経てば増えていくんですけども、現状はすごく少なくて非常にやりやすくなっておりますね。快適です。トーナちゃんちょっとダメージ受けてるね。ゾンビは次から次へと湧いてくる。いくら倒してもキリがないぜ。来てる？ OK。サブマシンガン好きみたいなのが彼女にあげましょうかね。そのサブマシンガンいくらでも手に入るしね、屋根の上にいつも落ちてますんで、記念にどうぞと、ね、彼氏がヤバくなったらね、けじめをつけてあってください。ヘッドショットの音がしたな。急いでー。撃ってるね。
いいですか、開けますよ。ほいほい、怪我人がいます。はい、通してください。はい、じゃあ無事にですね、彼女たちも助けることができましたと。ここで待ってればいいのね。普通に立ってますね、彼氏。じゃあブラッドにも薬をあげましょう。薬を持ってきてくれたのね、ありがとう。よし、とりあえず間に合いましたと。ケース 2-3 も終了ですと。次は11時ですね、9時前ですね。ここからスピード勝負となります。ナタを持った男とかすべてやってきちゃおうと思うので、一旦ここでセーブして、それは続きは次回にしたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。